遠藤さん、こんにちは。埼玉県朝霞市から参りました若木亜紀と申します。今年のテーマは女子すべと弁慶の絆を超えた二人の忠義の物語になります。皆様に感動と笑顔を届けられるよう一生懸命演舞いたしますので、ご声援どうぞよろしくお願いします。2024若木亜紀構え。日を経て一年たく生、ここに身を結ぶ。はい、アリーブラちゃん、行け。